モデルまたね、こちらモデラサーバーさんとはね、またね、はい、このあの折々ね、こうやってまた定期的にこう、あの夜直しないと開いていく予定でおりますので、またあのホームページに、お店のホームページにテクテク TV さんねチェックしていただけましたらね、あの日やってんだと思ったらね、なんかちょっと元気がないなって時来ていただくとね、もうブイブイ元気になっていただけるブイブイ、もう時代を変えちゃうって帰りにはもうみんな言って帰りますから、もう帰りには時代変わっちゃいますね、これ時代を変えちゃうってしたら皆さんからね、お前がカレーを突っ込まれてね元気になるね。ありがとうございます。吉と、ありがとうございます。紹介でございました。ね、またじゃあ、どうもありがとうございました。ゆっくりお話聞いて、ぜひぜひ、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。これ頑張れば見てて、これでしょ。はーい。赤ちゃんがいらっしゃいますんで。赤ちゃん、今日はね、赤ちゃん来てくれました。まだお名前自分で言いませんね。お母さんに言ってみましょうか。何ちゃんですか。なぎさです。あ、いい名前。大丈夫。ほら大丈夫よ、ほら大丈夫、ほら大丈夫ね、みんなほら大丈夫よ、大丈夫ね、大丈夫、怖い、大丈夫、怖い、これが怖い。じゃあ面白いことしたよ、これじゃあね、そんな時はねこれ大丈夫、頑張ってて見てて、いくよ、頑張ってって応援してくれ、俺行こうか、頑張って、あ元気になった、よかったね、頑張ってって、ね、一緒にこうやる、頑張って頑張れってね、ほら頑張れね、大きくなってって頑張れってね、可愛いでしょ、もう一個あるからもう一個あるだけ、ほらね、おお反応したね、あとね、泣いてる時うちの子はねこれやると結構好きだった、あこれうちにある、あ親父も負けちゃんだ、見ててあ見てくれない、あれあれ親父も負けちゃんだよ、あ、このものあ、こっちの、こっちの気になるね、ねえ、ねえ、はい、大丈夫よ、はい、ね、大丈夫、ダメ、ダメなの、なんで珍しい、頑張れ、頑張れ、頑張れ、大きくなれ、頑張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 れ、ね、応援してくれるよ、ねえ、ちびこたちね、頑張ってよって、ほら、ねえね、大きくならなきゃね、どんどんね、ほらね、よかったね、あーよかったね、ね、よかったね、あとなんか、ダメ、大丈夫よ、ね、大丈夫、大丈夫、ダメ、ね、ダメなのね、いろんな親たちがね、いますからね、あ、ね、ね、ね、さあ、楽しめましたかね、なぎさちゃん、ね、またね、またね、どんどん見ててよ、ね、どうも俺の顔が合うみたいな、どうしたの、ほらほら、俺の目が合うコビンちゃん、ほら、あいっちゃ、あいっちゃ、あいっちゃ、いちに、いちに踊ってますね、コビンちゃん、いちに、あいちに、あいちに、あいちね、あいちね、はい、ね、笑ってってほら、コビンちゃん踊ってるよ、はい、いちに、ほら、いちに、いちに、いちに、ね、はい、コビンちゃん笑ってるよ、ね、ね、ね、不思議なもんいっぱいね、ね、ね、いろんな。シュールすぎるのかな、シュールすぎるまあね、赤ちゃん、赤ちゃんにシュールはわからないからね、ね、はい、はい、じゃあこんにちは、こんにちは、はい、ということで、よかったらお名前はよろしいでしょうか、はい、モデルバー店長のアクトと申します、はい、店長さん、ね、はい、そうです、はい、ということで、あのすごくおしゃれなバーなんですよ、はい、はい、なんかできたばっかりという、そうですね、6月1日にオープンしまして、はい、今どういった3ヶ月ぐらい営業させていただいてます。はい、今日はその夜直し親父の、はい、イベントというかあのブースみたいな感じで、はい、ちょっと目指してもらったんですけど、はい、彼は彼でだいぶカルチャーショック、いやすごいわ、すごいすごいすごい本当にすごいですよ。だからあのもう本当にもうこのおしゃれなう、ね、こう隠れ家的なバーで、そうですね、来日していただいて、来日というまずお店がこういうところに変わってて、あ、3丁目こんな場所があるんだ、そうですね、そうですね、っていうのも分かって、そっからの夜直し親父でさらに変わる、ね、はい、まずこのビルがちょっと変わってて、うん、いろんな、まあ、店舗さん入ってるんですけど、はい、なかなか入りづらいんですが、あの扉を開けていただくとすごいギャップのある、そうです、ね、雰囲気のお店に作ってますんで、あの、はい、夜景も綺麗、そうですね、6階なんで、うん、はい、どうですか、あのオープンしてみて、
そうですね、いろんな方に愛していただいて、うん、常連さんもついてきましたし、はい、はい、素敵な人ばっかりで楽しくやらせてもらってます、はい。ちなみになんかこうおすすめメニューとか、おすすめメニューですね、そうですね、うちのモデラは食事メニューも出してまして、はい、ヘルシー志向の多人鍋、油を使わない蒸し料理なんですけど、うん、それを中心に出してまして、あとは丼物とか、各種つまみなんかも取り扱ってます。結構じゃあがっつり食べれるんですね。そうですね、やっぱりお酒飲むと朝方お腹減ったりする方もいらっしゃるんで、うん、そういう方にうどんとか丼物を勧めてます。なるほど、はい。じゃあちょっとビルのね、そこでちょっと入りにくいかもしれないけど、そうですね、こう気兼ねなくドアを開けてくださいそうですね、ぜひよろしくお願いします。はい、あとはちなみに他にもいろいろイベントごとはあったりとか。そうですね、週末は DJ ブースがあるんで、はい、DJ さんを呼んで、音楽パーティーとか、うん、また貸し切りなんかもやってますんで、はい、はい、ぜひ使ってあげてください、はい、よろしくお願いします。わかりました、じゃあぜひこれからもいろいろよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。